く見ちゃダメだよ。この氷の、なんて輝きなの。何より重さが半端なさそうだけど。生まれたらもだえ苦しむことになるわね。さあ、行くぞ。このわしが兵馬なぞに。大丈夫ですか。手間をかけたようじゃの、同志殿。わしはアラカンというものじゃ。教えてくれ、わしは何をしてしまったんじゃ。それはお化け像になって行商人を襲っちゃったんだよ。なんということじゃ。それでローグリンの人が困っちゃってね。私たちそれを何とかしたくて。ローグリン、同志信仰の民か。カゴ天族はおらんのか。今はそれでも信仰を守って苦しい生活に耐えてるんだ。兵馬がやったことだ、仕方ないさ。いや、昔のわしは簡単に汚れる人間たちをバカにしとった。それなのにわし自身が兵馬になって信仰を貫いている人間を苦しめるとは、恥ずかしい限りじゃ。もう過ぎたことでくよくよしない。大事なのはこれからどうするかでしょ。アラカンさんはかなりの力をお持ちとお見受けします。ローグリンの加護をお願いできないでしょうか。器は俺たちが探すから。純粋な人間たちが住み続けた場所なら、ローグリンの塔自体を器にできるじゃろうて。じゃあ、むしろわしから頼みたい。せめてもの罪滅ぼしじゃ。ありがとう。よろしくね。きっと祀られがいあるから。象はもう出ないとローグリンに伝えましょう。これで楽になるよな、ローグリンの生活だとい